どうもこんにちは、松井塾の松井です。日本国憲法で書かれているのは、当然権利だけではありません。権利だけじゃなくて、義務というのもちゃんと書かれているので、それについてしっかりと見ていきましょう。じゃあ、義務って何ですかってことになるんですが、国民の義務っていうのは大きく分けて3つの義務に分かれています。1つ目はこちら。子供に普通教育を受けさせる義務。これが1つ目。いいですか？これが1つ目。勤労の義務。一生懸命労働しましょうねという義務がこちら。勤労の義務。そして3番がこちら。納税の義務ということになります。税金をきちんと納めてくださいねという義務がこちら。納税の義務ということになります。この3つを国民だったらしっかりと守りましょうねっていう形になります。いいですか？もう一回しっかりいきますよ。子供に普通教育を受けさせる義務。例えば自分の生活を豊かにしたいからって言って、子供を無理やり働かせる。いや、子供の意思で働くんですよ。子供を無理やり働かせて、お金を稼がせて、自分の飲み食いに使ってしまう。これがまず1個目。ダメですよっていう。子供に普通教育を受けさせる義務。これがまず1個目。で、2つ目が、勤労の義務。一生懸命労働してくださいね。いいですか？ただ働くんじゃないですよ。一生懸命働いてくださいねというのが、こちらが義務の二つ目ということになります。そして三つ目がこちら。納税の義務ということになります。税金をきちんと納めてくださいねというふうな形になるのがこちらという形になります。というわけで、子供に普通教育を受けさせる義務、そして勤労の義務、そして納税の義務という三つを持っていますよということをしっかりと学んでおきましょう。はい。国民の三大義務です。三つです。三つ。子供にちゃんと教育を受けさせてあげましょう。勤労をさせてあげましょう。勤労をしましょう。そして、しっかりと税金を納めましょう。という形になります。よろしいでしょうか。これをしっかりと覚えておいてください。それでは、本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。